画面の前の皆様、こんにちは。メラピト Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。イベントですね。イベントが来ています。バーベキューイベントです。さあ。キラーは誰でしょう。こっちも奈落。いや、バーベキュー。のね、バルーンがついてますけど。あー、トラッパーか。いやですね、小屋のところとかもう置いてそうだよな。怖っ。動きたくねえ。こうやって歩けばいけるよな。ああ、怖い。ああ、怖いね。置いてる。ああ、置いてる。ああ、怖いですね。よいしょ。で工具箱を、まあ、使って修理するっていうアーカイブがあるんでやっていきましょう。とりあえずそっち見とこう。開くかもしれないから。でもそうか、どっちが開くかは決まってないんだよな。ウルレアついてた時に。あー怖いね。で今回は人々ベルトを使っています。強くなった、ベルトを締めろ。人をね、起こした時に、10秒間かな、我慢効果が付与されると。しかもね、起こした側と起こされた側両方にね、入るので、まあ、非常にねこのコンボが凶悪になってると、まあ、だからなんか近場とかでダウンしたらその瞬間に人々ぶち込んで我慢で逃げるみたいなね。あ、もう意地悪としか言いようがないんじゃないかなと思いますけど。中は開いてない。いや、私が怪我しちゃ意味ないんだよ。ああ。人々のためにはね、負傷してると使えません。当然負傷してると使えないんで。負傷してる人が使ったらダウンするとかでもいいんじゃない？どうしても守りたい人がいるときに、ね、本当に苦渋の決断でみたいな。まあまあまあ、そんなことはさておき。発電機回しましょう。このね、まあ、なんか、ついてるやつ。これね、私も実物を見るのは初めてなんです。デッドバやる前からちょっとデッドバの動画を見ていたので、他の配信者の人。見覚えはある。というね。このドリンクが出てくるところ。赤と緑と水色の。で、隣にあるのなんだ？冷蔵庫か。発電機の上に冷蔵庫乗ってるのが面白い、ね。また発電しても物冷やさないと。さあ、これはしかし何事もなく通電まで行きそうだが、ノーワンが怖いな。ノーワンがなかったら多分これは動画にはならんならんですよ。
ガブリエルが追われておりますが、このまま通電まで持てば、そのままノーワン倒されてくれればノーワンあると。なければなし。殴らなかったな今。不穏な感じしません？なんで今殴らなかったんだろう。超絶不穏な感じがする。いや、なんか3日やら壊してるのは違う。5度目の一撃。ワンチャン最近なんかあれじゃない？ゴー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 。はい、開いてる？開いてるね。ノーワンなかったけど、まあ最後決まったんでよしとしよう。こういうの、こういうのが強いんですよ。一瞬で回復、一瞬で起こして我慢をつけるって、まあ、今回結構ねトラッパに殴られるの遅かったんでだったんですけど、いや強いのよ。まあキラーでやられたことないんですけど、キラーでこれをやられたことはないんだけど、実際強い、強いと思う。これはあれですね、あの地下に釣りたい構成ですね。とどめの一撃、堕落の介入、鉄腕興奮。なるほど。いやレッカーズヤードだったらどっからでも地下運べますからね、多分大体ほぼ本当にマップの外周とかで倒れない限り、まあ、あのまま地下ループ入ってたらね、絶対誰か死んでたんで、全員生き残れたの良かったんじゃないかなと思います。というわけで、はい、人々ウェルト、まああんまり疲れたくないけど、ナースとかでさ、こう切ってはーって言ってる間にこれ使われたらたまらんよな。という感じでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。